私の話は後にしますよ。その代わり帰っちゃダメですよ。それでは小泉進次郎さんに登場していただきます。進次郎さん、どうぞご入場ください。自由民主党選挙代表委員長小泉進次郎先生ご登壇でございます。盛大な拍手でお迎えをください。神奈川第12区選出であります。自民党の選挙対策委員長小泉進次郎先生ご来園でございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん、僕の話はほんの触りだけ話をしましたが、暴動が起きるといけませんので、これね、早く進次郎を出せと言って暴動が起きるといけませんので、今から直ちに変わります。盛大な拍手をお迎えくださいよ。皆さん、小泉進次郎先生であります。どうぞ盛大な拍手でお迎えをください。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。こんばんは。自分の時間を削ってまでこうやってお時間をいただいて本当にありがとうございます。いろんな会場に今回っています。今日も静岡、愛知に1回入って豊田市、そして長坂さんのところ、そしてその後に滋賀に行って、滋賀から愛知に戻って、中川さんの応援の後、この後は熊田さんの応援に、そういう中でもこんなにびっしりスマホ構えてる皆さん初めて見ます。本当にありがとうございます。皆さん、スマホはもちろん写真を撮っていいんですけど、写真を撮って終わりじゃないですよね。選挙は撮ったら拡散してください。わかりましたか。で、今日は中川さんの選挙、厳しい選挙ですよね。それはもう皆さんもすごくそれが分かって、だけどこの選挙なんとかしたいと思い集まっていただいていると思います。最前ですね、学生さんも仮に選挙権がなくても思いは共有しているからね。その中で私はそれでも歯を食いしばってちょっとでもいい結果を出したい、勝ちたい、そのためには条件があって、今から私がお話しすることをどうかここから近くから撮っていただいている方もそうですけど、撮ったら拡散してください。いいですか。一つ目、なんでこれだけ今自民党が厳しい選挙になっているか、それは間違いなく政治の大事な問題や批判もあります。相手候補、他の人たちも中川さんに対して、あなた自民党でしょ、そういう批判を寄せてくると思います。すでに寄せられていると思います。それに対して皆さん、支援者の皆さんがどのように跳ねのけるか、跳ね返すか、ものすごく分かりやすいです。中澤さんは関係ないんです。中澤さんはその問題と全く関係ないんです。この政治家での問題への批判を追うべきなのは私を含めて今の自民党の執行部が全体の責任として背負うべきことなんです。現場で戦って、あの問題と関係のない中川さんはその追い目を追う必要がないんです。なのでこの今名古屋の中で、盛山区の中で選挙活動をやっていて、そういう声が寄せられたら中川さんを応援している皆さん、ぜひ言ってください。中川さんは関係ないから、これを、この事実を広げていただくこと、そのためのスマホです。これが一つ目です。いいですか。そして二つ目、この選挙は新しい石破総理の下で解散総選挙が行われました。石破さんは何をしたくて総理大臣だったんですか。そして何をしたくて総裁選に挑み、今まで5回、そして私は負けました。私が負けても中川さんが勝てばいいんですよ。で、その石破さんがやりたいことは、東京だけが栄えていくような日本じゃいけない。
名古屋、そして石川さんからすれば地元の鳥取も、その地域地域に素晴らしい魅力があって、それを花開かせることが日本の力を発揮することなんだ、その地方創生というものをやりたいから、今まで何度も何度も自民党総裁選に挑んでも負けても諦めず、最終的には5回目で今回総理になったんですよね。諦めちゃいけないんですよ。2つ目のメッセージ、相手がいかに強くても、中原さん、皆さん、諦めちゃいけないんです。諦めないものが最後の勝つ。その中で名古屋も愛知も魅力的なところがいっぱいありますよね。実は私今自民党の選挙対策委員長という立場になって、自民党の職員で私についてくれる職員がいるんですけど、なんとですよ、熱田神宮の名誉宮司の娘さんなんです。びっくりしましたね。それで子供の頃から熱田神宮から15分ぐらいのところから生活をしていて、そしてこの名古屋で育ち、就職をした先が自民党本部です。そして今私のことが働いています。さっきその彼女から熱田神宮のことをいっぱい勉強させてもらいました。こういう熱田神宮、名古屋の方からすればものすごく親しみのある熱田神宮があり、そして世界の方からすると名古屋といえばいろんな魅力があって、日本国内からも名古屋しかないような魅力がある。私も驚きましたね。一番驚いたのはあんかけスパゲティを食べた時ですね。驚きました。そしてこの前フランスから来た政治家が私に会って、一番最初に言ったことは、今日お前と会った後にどこ行くか知ってるか、ジブリパークに。もうそういういろんな魅力がある。この地域の魅力を発揮させるためには何が必要なのかというと、国は名古屋の魅力をどこまで開花させるかって分かりません。分かるのは地元の皆さん、その地元の首長さん、そしてもともと国会議員の中に中原さんは名古屋の市議会、市議会議長がいました。その地元の自治体とかで働いている議員さんや職員さん、地元の皆さんが、これをもっと国が支援をしてくれれば、もっと名古屋の魅力って出るんだということがあった場合に、そこに国はどういう制度で支援をするかというと、地方創生のための交付金、地方創生臨時交付金でもあるんです。これをこれから石破さんが言っていることは、経済対策をやって、そして補正予算を組んで、この地方創生のための予算を拡充をします。さらにこの物価高、目の前でスーパー行ってもいろんなものの物価が上がった、特に年金生活の方、低所得の方、この物価高で賃上げが関係なくしわ寄せが来ている方々に、どうやったら生活の中で少しでもゆとりが出るようにできるか、給付金の拡充、こういったことに加えて、大手の企業はいいですよ。今日は豊田市に私行きました。トヨタは賃上げができたかもしれません。しかし名古屋の市内の中小企業、小規模事業者の方、賃上げが同じようにできてますか？なかなかそれは難しいです。そういったところで賃上げが中小企業でもできるような環境を作ること、そして大手の取引をしている企業がちゃんとこれだけ資材が上がっている中で価格転嫁ができるようにすること、そして民間企業とは違って国がルールによってお給料を決めている分野というのがあります。介護もそう、看護もそう、そして学校の先生もそう、医療の世界もそう、こういう国がまた地方自治体も含めて手当てをしている分野で働いている方々に、物価高を生活の中で影響が出ないような形の後押しをして賃金が上げられる環境を作ること、これも我々国の役割なんです。こういったことを一つ一つやるために誰が必要かといえば、この地域を根ざして働いてきた中川さんの中から皆さんから選ばれて国会で仕事をする機会を与えていただかなければ、この名古屋の森山区の地元の現状がつぶさに反映をされることはなかなか難しい。なので中川さんが今までやってきた政治活動の中で多くの方と出会って、今日これだけ大勢の皆さんが集まってくれました。どうか
あと選挙戦4日間ですよ。この短い4日間の中で一人でも多くの方になぜ中川さんが必要なのか、そして今全体として言われている自民党への政治とかでの批判は、それは私たちに向けられればいいものであって中川さんには関係ないんだと。中川さんはむしろもともと海部元総理のもとで働いてクリーンな政治を、この政治改革を、そのことで政治改革に燃えて政治の世界を志した方ですから、こういったことを一人でも多くの方に広げてください。そうやってこの選挙をなんとか中川さんが勝てるように力を貸していただきたいと思います。一緒になって最後までこの選挙諦めずに戦って、一票差でもいいから中川さんが当選するように全力を尽くしてまいります。どうか皆さんのご支援、中川さんに寄せていただきますようにお願いを申し上げて、私からの応援と感謝していただきます。今日本当に皆さんありがとうございました。ここから動かないようにお願いしますね。こっち中入ってください。ごめんなさい、ちょっと危ないんで。ごめんなさい、ここでちょっとお待ちください。ごめんなさい、ちょっと危ないよ。危ない、車が出るんで危ない。ちょっと寄ってくださいね。危ないで、危ないよ。Thank you.